科学者改革は科学を研究テーマとする学問、社会学の一部にや、科学者改革の成立は口述するように比較的新しいが、科学や科学技術の進歩や隣接学問である科学哲学や科学史の発展、そして科学と社会の関係の著しい変化などを受けて、科学者改革の内容や方法もまた急速に変化ないし発展してきた。 当初の科学に関する制度がどのように科学者の研究に影響を与えるかといった研究から科学知識の内容そのものについての社会学的研究、さらには科学者が研究室で実際には何をやっているかについての参与観察的研究、科学知識の社会への伝達、普及に関する研究、科学技術と社会との間に生じるコンフリクトについての研究など、 科学者改革が対象とする分野は随時拡大してきている。以下では、おおむね科学者改革の発展の順序に従って、科学者改革の主たるテーマやトピック、方法論などについて述べる。科学者改革の創始者は、ロバート K. マートンであると言われる。マートンは、アメリカの代表的な社会学者の一人であり、主張、社会理論と社会構造に見られるように、 その研究対象は多岐にわたっているが、彼の研究者としての出発点は、学位論文、17世紀英国における、科学、技術、社会に見られるように、科学についての歴史社会学研究にあった。社会理論と社会構造においても4小構成のうち1小を、科学社会学研究に当てている。科学という営みは、科学知識を生産し、それを応用して、社会的、 技術的課題の解決に努めたり、社会の必要に応じて、科学知識を若い世代に伝達したりしている、科学者たち、科学者集団によって担われている。また、この科学者集団も、また、一般社会によって支えられ影響を与えられている。つまり、科学もまた一つの社会制度に他ならない。1930年代、ハーバード大学の大学院で、 社会学の研究を始めたマートンは、科学史研究者、ジョージ・サートンの指導を受けながら、科学の認知的発展と、それを取り巻く社会文化構造との相互関係が、基本的な問題だとみなして、前日の学位論文を執筆した。しかし、科学社会学研究は1940年代から1950年代にかけて、アメリカ社会学会でも、決して大きく花咲くことはなかった。 これには、科学知識と社会との相互作用を主題とする研究は、学会を含むアメリカ社会では、左形的だとみなされる傾向があり、第二次大戦後の冷戦体制の中タブー視されていたという事情があった。マートンの科学社会学研究は大きく方向、転換し、学位論文の科学と社会の相互作用を、総合的に問題とする研究関心からシフトないし、交代し、 自律的な社会システムとしての科学者集団内部の構造、機能的な分析に研究を限定するようになった。マートンの科学社会学研究は、科学者を集団として、また個人として立する規範構造への分析と向かっていった。マートンによれば、科学という営みは、拡張された知識の増大という目標を、達成するのにふさわしい独自のエイトスに支えられている。 こうして、現代科学知識の発展と普及の主要因として、抽出されたのが、科学者たちの間に共有される、普遍主義、公有主義、利害超越性、系統的会議主義という四つの規律、いわゆる、マートンノルムである。こうしてこの時代の科学社会学は、マートンの、こうした研究を引き継いだ構造を、機能主義的な科学社会学研究としては、例えばウォーレン・オホグストルム、 科学者集団ザサイエンティフィックコミュニティや、ノーマン W ストーラー、科学の社会システムザソーシャルシステムオブサイエンスが挙げられる。またデレック・プライスらによる数量的な科学者開学も、リトルサイエンス、ビッグサイエンスという顕著な成果を生み出した。これは科学者の数、科学論文数などといった数量的な指標で見た場合に、科学という営みは17世紀以来一貫して、 指数関数的な増大傾向を示してきたという事実を明らかにしたものである。マートンの研究を受け継ぐこれらは、科学者の報酬体系や研究施設についての精度分析、論文の間の引用分析などを主としながら、科学理論の内実そのものは、ブラックボックスに入れて取り扱わないという一線を守り通した。このため、こうした科学社会学研究を総称して、 科学者の社会学と呼ぶことができる。これに対するのは科学理論の内実にまで踏み込み、むしろ科学知識と社会との関係を中心に据えた科学社会学となるだろう。次節で紹介する科学知識の社会学、SSK はまさにそうしたものであった。正ただしカオルはマートンが提示した4つのノルムを次のように説明している。ここでは独自性オリジナリティを付け加えて、 いわゆるマーティン・クードズを示した。マートンは条件に恵まれた研究者は優れた業績を上げることでさらに条件に恵まれるという利益優位性の累積のメカニズムを指摘した。マートンは新約聖書の中の文言おおよそ持っている人は与えられていよいよ豊かになるが持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろうから借用してこのメカニズムを また行こうかと命名した。著名科学者による科学的文献には水増しする形で承認が与えられ、無名科学者には与えられない。例えば、ノーベル賞受賞者は、生涯ノーベル賞受賞者であるが、この受賞者は、学会で有利な地位が与えられるために、科学資源の配分、共同研究、後継者の要請においてますます、大きな役割を果たす。 マタイ効果は科学のコミュニケーション網において、迅速に、かつ広範に、知名度の高い科学者の貢献が組み込まれる点で、科学の発展を促進するプラスの側面を持つが、一方で、科学の権威の偶像化を招くまでになると、マートンノルムのうち、普遍主義ユニバーサリズムのエイトスを犯すことになり、科学の発展を阻害するマイナスの側面を持っている。 トーマス・クーンが1962年に発表した科学革命の構造は、通続的には、科学の歴史が常に累積的なものではなく、断続的に革命的変化すなわち、パラダイムシフトが生じると指摘したものとして、科学知識の相対性を主張したものとみなされている。またクーンが用いた、パラダイムという言葉は、一種の流行語として用いられ、大雑把に、 ある時代の人々のものの見方、考え方、多くの人々に一般的な思考枠組みというような一般的意味で用いられるようになった。例えば、工事園第4版では、一時代の支配的なものの見方と定義されている。こうした俗説は、空が科学の擁護者であったこと、また、パラダイムという概念を、科学と非科学の間に境界を引くための、 線引き問題の解決を図るべく、科学という知的活動を、他の知的活動と根本的に区別する基本的特徴を指すものとして用いたことを見落としている。従来の科学と非科学の境界設定基準は、実のところ先制術といったものまでもパスさせてしまう。クーンは、先制術もテスト可能な予測をなすという意味では、論理実証主義や、 反証主義などの立場からは、科学的ということになってしまうが、パラダイム論ではそうした、馬鹿げたことが生じないと主張している。空にとっては、科学者は科学者集団に属するメンバーとして定義されるが、そうした科学者集団の維持イコール再生産機能を持つものがパラダイムである。こうしてパラダイムは科学者集団との関係で、規定されるのである。 ある知的活動が科学であるのか否かはその中にパラダイムが存在するかどうかによって決まる。例えば先生術という知的活動が非科学であるのは、その活動によって算出された知識それ、事態に問題があるためではなく、その活動に携わる集団を支配するパラダイムが存在しないためである。クーンのパラダイム論は上に述べたような点で、 単に相対主義的科学観を容認する諸説ではなく、科学と非科学の境界設定基準という、科学哲学における最大の問題を、科学者集団という社会的概念の導入によって、再考する意義を持っていた。クーンのパラダイム論はまた、科学者の日常的営意が、どのようなものであるか、パラダイムという土台の上に累積的に地を積み重ねていく。 通常科学の営みにも光を当てた。普通の大部分の科学者は既存パラダイムの批判的検討や新しいパラダイムの提唱などは行ってはいない。ニュートン力学、相対性理論、量子力学などはそれらの生成期には多くの科学者が関わるが、一旦そうした普遍的理論が確立した後は、そうした普遍理論を前提として、実際の現象をどう説明するのか。 未知の新しい現象をどう予測するのか、どう作り出すのか、といったパズルほどき的活動に従事するということを強調した。この意味でクーンは科学研究の現場で実際には何が行われているかを参輪観察の手法で明らかにしていく、ラボラトリー・スタディーズの直接の父ではないにせよ、祖父かおじの役割を果たしたと言える。パラダイムとはもともと、 認証や時制による語型変化を示す代表的な事例という意味で使われてきた言語学上の用語であった。言語学においては、例えばラテンバーブコンジュゲーションパラダイムズというような形で用いられる。なおクーンはパラダイムという用語を用いるにあたって、こうした言語学上の用法を意識していたと思われる。そのことはクーンがクーン、科学革命の構造、 第二版で追加された保証1969年の中でパラダイムという用語の言い換えとして用いたディシプリナリーマトリックスの四番目の要素が日本例であることに示されている。クーンによればパラダイムとはある一定の専門領域の科学者集団の中で共有されている普遍理論、背景的知識価値観、規範、テクニックなどの諸要素から構成される複合的、 全体であるとされるが、その願意はパラダイムが、科学的活動の中心的構成要素として、科学者集団の維持イコール再生産機能を持つものすべてを包含するものであるということである。そのため、マーガレット・マスターマンが、パラダイムの本質で指摘したように、クーンの用法では、パラダイムは何十という意味内容を持つ、多義的な概念となった。パラダイムはむしろ、今後の科学史や、 科学者改革などの研究の中でその内容を精査していくべきものなのである。1960年代以降、マートンに始まる科学者改革は一つの専門分野としてようやく確立するに至る。このマートン流の科学者改革が前述の通り専門分野として確立する過程で、科学集団に焦点を合わせたものにならざるを得なかったのに対して、1962年に、 発表された空運のパラダイム論は科学知識の問題と科学者集団をダイナミックに両者を切り離すことなく分析する可能性を開くものだった。上記のようなマートン流の科学者の社会学に対して空運流の科学観と知識社会学の伝統を融合しようと努めたヨーロッパの研究者の中から 科学者集団のみならず、科学知識の内容そのものに踏み込んだ研究が立ち現れてくる。その担い手は、社会学の専門教育を受けた者より、むしろ自然科学出身の者が多かった。彼らは、文化人類学や認知科学などの成果を武器に、科学知識そのものと科学者集団を呼びより広い、社会との関連に焦点を定め、社会における科学知識の生産、 流通の意味を積極的に問おうとした科学知識の社会学の登場である。科学者集団が社会の影響を受けるとするのみならず、科学知識もまた社会の影響を被るとする SSK が科学の客観性に疑問を投げかける形で科学の社会性を分析することは必然的だった。なぜなら異なった社会では異なった科学のあり方がありうるからである。中でも、 最も典型的と言われたのが、エジンバラ大学のデイビッド・ブルアが提唱したストロングプログラムである。ブルアは、マートン流科学社会学が科学の合理的な部分を社会学的分析の対象から外したことを批判し、科学知識の内容にまで踏み込み、その社会的原因を分析するのが社会学者の務めであると提唱した。 この科学知識の社会学という言葉もブルアが導入したものである。ストロングプログラムは具体的には1976年のブルアの知識と社会表彰で科学知識社会学を行う上で受け入れるべき4つの心情という形で提示された。4つの心情とは因果性、科学知識は社会的な原因を含む様々な原因によって生成される公平性、 正しい信念も間違った信念も、どちらも説明を要する対称性。正しい信念も間違った信念も同じタイプの原因によって説明される反射性。以上の3つの前提は、社会学自身にも適用されるエジンバラ大学では、この後、スティーブン・シェーピンやドナルド・マッケンジーといった研究者がストロングプログラムを実践した研究を発表し、 エジンバラ学派と呼ばれるようになった。エジンバラ学派の具体的な研究として、ドナルド・マッケンジーによる統計学の誕生に関する研究がある。マッケンジーは初期の統計学上の論争でのフランシス・ゴルトンらの立場が彼らが優勢学を支持していたことに影響されており、優勢学について有利な研究成果が出されたことを指摘する。また、 当時のイギリスでの優勢学の支持者たちの多くは、専門職を持つ中産階級であることから、彼らの階級的利害が優勢学の推進に反映されていることも指摘された。もう一つ、エジンバラ学派の成果として、スティーブン・シェーピンとサイモン・シャッファーのボイル・ホップズ論争の分析では、ロンドン王立協会とそのメンバーの権威が、ロバート・ボイルに有利に働いたと示唆されている。 ボイルのエアポンプの実験の多くは、王立協会の会議室で行われ、立ち会い人となった人々の社会的な信用が、実験そのものの信憑性を高めるために利用された。これとは、対照的に、ボイルに対する反論者、ヘンリー・モアが、漁師の水中での体験を引き合いに出したことに対し、ボイルは、漁師が無学であるという理由でそうした証言そのものの、信憑性を否定し、 それが受け入れられたことが示されている。サージェントは、ボイルの議論を分析し、例えば漁師の証言を拒否する議論にしても、人間の体の検出装置としての信頼性、そのものを問題にしているのであって、単に無学な漁師であるからといって却下しているわけではないことを示した。この問題は、実験的手法の使えない因果仮説一般について回る問題である。従って、 健全な合理的判断が原因となってある理論が受け入れられたという因果的仮説もきちんと立証しようとすれば同じような困難に直面することになる。しかし、両者の関係は完全に対象というわけにはいかない。コールが指摘するように、科学に外的な要因と科学的知識の詳細な内容の連換が示されたことはないが、合理的判断に基づく説明の場合、 実験結果との付き合わせなど、詳細な内容に立ち入った連環付けが可能である。ブルーノ・ラ・トゥールの研究がある。1980年代後半に、パリ国立高等工業学校のイノベーション、社会学センターで生まれた。中心メンバーは、同センターのミシェル・カロンとブルーノ・ラ・トゥールであり、客員のジョンローであった。社会的、自然的世界のあらゆるものを、 絶えず変化する作用のネットワークの結節点として、等しく扱う点に特徴がある。しばしば、アントと略称される。それまでの科学者改革と異なり、社会的な力の存在を想定することなく、また、客観的な実在を前提にすることなく、従って、ある現象を説明するのではなく、記述するために、アクターに従って経験的な分析を行う。アントは、 科学社会学の領域を超えて21世紀における人文社会科学分野で最も大きな影響力を持つ理論の一つになっている。STS とは科学技術と社会との関連について教育、研究し、あるべき方向を見出そうとする社会的な動きの一つ。科学技術を社会的文脈の中で捉えるところにその特徴があり、科学技術に関する歴史、哲学、 科学政策論、知識論などが絡み合った学際的な性格を強く持ったものが多い。ただしその具体的な内容は多様であるため、決まったディシプリンがあるわけではない。1960年代以降、欧米の大学を中心に STS についての研究が始まったのがきっかけであるが、STS の考え方は科学者、技術者のみに求められるべきではないとの見方から、 科学教育における考え方としても浸透しつつある。1931年科学史、技術史国際会議でソ連科学史家はマルクス主義主観的科学館を展開した。中でもボリス・ゲッセンはニュートンの時代の社会、経済における技術的問題群がニュートンを力学の一般的理論構築へ向かわせたと主張した。資料的裏付けに乏しいものの、 欧米の若手科学視野に多大な影響を与えていた。こうしたことから、社会と科学の内容の連関を問うスタンスは、マルクス主義主観的科学観と同一視される傾向があった。正ただし香る、科学と社会のインターフェース、ハット・マートン、RK、ザ・マシュー・エフェクト・イン・サイエンス・サイエンス、159、1968、イムレラ・ラカトシュ。 アラン・マスグレーブ編、批判と知識の成長1970イコール森、ヒロシカ役、僕託者、1985、ピアニッシモ、21から22、科学革命における本質的緊張ミスズ処方、ピアニッシモ、352から353、クーン、科学革命の構造、中山しょ役、ミスズ処方、1971年、P212、イムレ・ラカトシュ、 アラン・マスグレーブ編、批判と知識の成長、森博史刊役、僕託者、1985.4、ピアニッシモ、90から98、河村康文、STS 教育特本 P8 から26。ありがとうございます。